皆様こんにちは、メイドのあかりです。だいぶ期間が空いてしまいましたが、アクアポニックスの制作を再開します。前回の作業は FRP で大きな水槽を作成しました。ポンプで水が循環するシステムを作り、 FRP 水槽に培地となる軽石を大量に入れました。ショート動画ではちらほらと映っていたのですが、今現在は完成しています。普通に問題なく動いています。完成までの軌跡を3パートくらいに分けて辿っていこうという動画になります。今回はレイアウトと生態導入編になります。いろんな作業を同時進行や、あっち行ったりこっち行ったりしていたので映像が飛び飛びになってしまう場合がありますが、ご了承ください。それでは FRP 水槽を作った後の時代までタイムスリップです。まずは1段目のレイアウトをしていきます。砂はジェックスの金魚の砂利です。よく洗った砂利を鉢の中に入れます。水に濡れると結構綺麗な色をしていますね。あとは重しとして入れていた石をいい具合に配置してみましょう。こんな感じでどうでしょうか。立体感があって個人的にはいい感じです。横はすごく細いです。お次は2段目に移ります。こっちはこのように配置して、真ん中の大きな石に1段目から出てくる水が当たるようにしてみました。隅っこは生態が隠れられるような感じで隙間を作りつつ石を積んでいます。試しに水を流してみましょう。しぶきが大きすぎる。これ位置が低すぎるな。でもとりあえず渓流砂を入れておきます。排水口がこのままだとメダカやゴミが入りまくるので網を張っておきますが、これが原因でメダカたちが何匹も乗り上げてしまってお亡くなりになりました。今現在はこの網を外しています。下にメダカが落ちないいい方法を今も考え中です。アイデアがあればぜひ教えてください。この塩ビパイプがすごく浮いているので石を積んで隠します。これはこれで不自然すぎるな。もっと大きい石をドンドンって置く方が良さそう。高さを出す方法を思いつきました。コンクリートレンガだったかな。このレンガをまず置いて高さを出して、その上にホムセンで見つけたこのレンガ鉢を置きます。なんか良さそうな雰囲気がしています。この鉢に荒木田土を詰め込みます。結構塊になって固まっちゃってますね。これを先ほどのレンガの上に置けばいい感じの土台になるんじゃないでしょうか。では改めて石を配置しよっか。石が独特な形だから見せ方とかバランスとか難しいです。土が丸見えなのが気になるので、庭に生えてた苔を拾ってきてかぶせてみます。こんな感じで全体的に隠せれば OK。 じゃあ水を流して確認してみましょう。これは非常にいいんじゃない。いい感じで石に当たっていると思います。水しぶきも全然強くないし綺麗ですね。それでは3段目に行きますかと思ったんですが、編集中に別動画に上書きしてしまって、そこの動画が消えてしまいました。
3段目はこんな感じで、昔使っていた手綱を前の方に入れています。石でせき止めた反対側は上と同じ渓流砂です。ここの排水口も網で塞いでいます。それではとりあえずの途中経過をお見せします。ポンプ層から順番に見ていきましょう。ポンプによって吸い上げられた水がタコ壺から出てきます。上から流れてきた水が石にぶつかってちょうどいい角度で受け流しています。それがまた下へと向かっていき、溢れ出るように3段目まで流れてきます。これで完成。やったー。と思っていたのか。実は前回の動画からずーっと問題がありまして、そう、水漏れです。それはそれは盛大に漏れています。何やっても水漏れが治らなかったです。決して FRP の施工が悪かったわけじゃないんですよ。滝口の高さが全然なかったせいで上から漏れているっぽいんです。こういうところをコーキングしまくったりしたのですが、いくらやっても直せなかった。ということで思いついたのがこちらの方法。横に穴を開けて塩ビパイプを通しました。漏れないためにコーキングでがっちりと固めています。ここから水を排水して下に送ります。水量調整用に塩ビパイプに刺すバルブを途中に入れておきます。めちゃくちゃ硬くて使いづらく、斜めに切れちゃうカッターでなんとかちょうどいい長さに切ります。それで全部接続したのがこちら。パイプ同士は接着剤で固定して漏れないようにしています。このパイプには下向きに穴をいくつも開けています。水漏れも一切ないので、もうこれは完璧。水槽の下寄りに穴を開けてしまったので、もう滝のように流れる水はよっぽど増水しない限り見れなくなったのは残念です。こんなにボロボロにしちゃったのをどうすればいいの。もっと早く気づいて決断できていればこんなことにはならなかったのに。やってしまったものはしょうがない。先に進みましょう。それではバルブを開放します。均一に出ているようで一安心。これはこれでいいんじゃないかな。ちょっと塩ビパイプが目立ちまくってるけれど、もうちょっとカモフラージュできればいいかななんて思いながら今現在もこのままです。ということで、冬の時期も含めれば半年以上かかってようやく水漏れ問題を解決しました。長かった。何度も何度もコーキングしては乾かして試しての繰り返しは本当にきつかった。これに一番頭を悩まされて時間がかかっていましたからね。想定していた完成形ではないですけれど、もし次を作る機会がありましたら今度こそ滝ですね。問題はわかりましたし。それでは最後に生態を入れていきましょう。こちらは私の家の田んぼから拾ってきたカワニナとタニシです。カワニナはたくさんいたのですが、タニシは昔に比べてかなりいなくなった印象です。少し3段目にも入れておきますか。もしかしたらヤゴなんかが住み着いて食べたりするのかな。メダカが食べられるのは嫌ですが、それもビオトープ感というか自然でいいですね。ケースごと沈めて勝手に出ていくのを待っておきます。そしてこちらは室内水槽から持ってきたミナミヌマエビとタニシ。これはどこから持ってきたのかもう忘れちゃいましたがメダカです。ケースごと沈めておきます。続いてホームセンターで買ってきた金魚です。コメットと主文金となります。和金種がすごく好き。かわいい。シュッとしてるのかっこいい。この広い場所でのびのびと育ってくださいね。あ、ショート動画で説明していますが、塩水浴というのをすると長生きするみたいですよ。そちらの動画もぜひご覧ください。そして楽天市場でいろいろと買いました。メダカファームさんというところはオリジナルのテープがあってすごいですね。まずはメダカから見ていきますか。おお、このテープ剥がしやすいように端っこが折られてる。親切。こういうのなかなか剥がしづらいですからね。すごくありがたいです。おまけの稚魚用の餌もだいぶ入っています。太っ腹ですね。品種はユリシスの稚魚です。
キラッキラで綺麗ですね。こんな風に成長してくれることを祈りましょう。下の容器も開けましょう。左からオーロラキラメ、三色ラメミユキ、ブラックダイヤとなっております。全部稚魚なので全く見えないですね。成長が楽しみです。稚魚の様子を撮影しているデータがこれくらいしかなかったです。ワケツカという水槽分割容器を使って混ざらないようにしています。ブラックダイヤを届いた発泡容器に入れ、残りはこちらにいます。この子たちは増やした後でビオトープに入れようかなと思っています。お次は段ボールの中身を取り出していきますか。これは先ほど少し紹介したワケプカです。非常に便利で使い勝手のいい水槽分割容器です。こちらもショート動画で紹介しているのでぜひご覧ください。さて、これは何かな。なんかトワダアシという湿生植物ですけど、自分で買っておいてなんですが、こんなに大きいとは思いませんでした。この写真だとサイズ感全然わかんないのよね。次もなんだか大きいな。これは開けてみた方がわかりやすそうね。ということでビオトープに来ました。ちゃっかりミニホテイソウがすでに入っています。先ほど袋に包まれていたのはこちら、チャームさんで売っているメダカの隠れ家という寄せ植えです。お任せで植物がいい具合に 4.5 号プラポットに植えられています。私には何の植物かわからないので、ご存知な方は教えてほしいです。これを奥の方に置いてみようかな。それでは足も植えましょう。これはここの陸地部分だろうな。高いから奥の方がいいよね。ここら辺に植えておきます。松も様も適当に水の中に入れておきます。もっさもさで正直こんなにはいらないかなって思いますが、いろんなところに入れます。そして姫スイレンも買いました。これは3段目の端っこに入れておきます。ちなみに咲くとこんなに可愛らしい赤い花を咲かせます。最後はこの子たち、島土壌です。底物はいてほしいですよね。すっごく可愛い。そして以降全く土壌の姿を見ることはなくなりました。砂に潜っちゃうからね、しょうがない。ということでレイアウトと生態導入はこれにて一応の完成となります。最後に今現在の様子を流しながら終わろうと思います。ここの鉢にはスケルトンゴールデンコメットというかっこいい名前のコメットがいます。導入する様子も撮っていたような気がするんですが、データが見つからなかったです。結構警戒心が強いようで、なかなか出てきてくれません。悲しい。ちょっと見えるかな。言い忘れていたんですが、コンセプトとしては川をイメージしています。上流、中流、下流みたいに分けて作っていました。そういう風になっているかどうかはちょっとわからないですね。2段目のメダカの隠れ家の植物たちの成長は凄まじいですね。アクアポニックス分の栄養も取られちゃってたかな。水生植物はあんまり入れないようにするのがアクアポニックス的にはいいよね、きっと。ここの掃除は後でやっておきます。金魚はだいぶ成長しまして、かなり大きくなりました。買ってきた当初とは大違いですね。それでは次回は水中ポンプを半永久的に動かすためのシステム、ソーラー発電システムの構築をしていきましょう。乞うご期待。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。